県政だより見え6月号。今回の内容は、事前の対策で風水害から命を守る、河川の状況をスマートフォンやパソコンでチェックして避難の判断に役立てようなどについてご紹介します。大雨や台風が心配な季節になりました。もしもの時の備えはできていますか？今回は避難所での生活を想定した非常持ち出し品について考えます。大雨の際に気象庁からは大雨・洪水などの注意報や警報などの気象情報が発表され、市庁からは高齢者等避難や避難指示などの避難情報が発令されます。お住まいの地域に警戒レベル3の高齢者等避難が発令されたら、高齢者や障害のある方など避難に時間のかかる方は避難を開始してください。警戒レベル4の避難指示が発令された場合は、避難指示の対象地域内の全員が避難してください。なお、避難の方法には市庁が指定する指定緊急避難場所への避難のほか、安全な親戚・知人宅やホテル・旅館への立ち退き避難、ご自宅の2階など安全な場所へ避難する屋内安全確保などがありますので、普段からハザードマップを確認し、災害時にどのように行動するかを事前に決めておきましょう。災害によりご自宅が被災した場合、応急修理などでご自宅の安全性が確保されるまでの間や、仮設住宅に入居するまでの間に生活する場所となるのが指定避難所です。指定避難所は市庁によって指定されていて、市庁のホームページなどで確認できます。災害時に避難する際の非常持ち出し品として、水や食料のほか、衣類や現金、ラジオ、予備のメガネ、また感染症予防のためにマスクなどが必要となります。市庁のホームページなどで非常持ち出し品と検索すれば、どのようなものを用意すればいいかを確認できるので参考にしてください。災害時の非常持ち出し品として避難所に何を持っていけばいいのか、今回は食料について検証していきます。避難所にも食料は備蓄されているとは思うんですが、避難する方も自分で食料を持っていく必要はあるんでしょうか？はい、避難所に備蓄してある食料っていうのは、限りがあります。なので、自分の命は自分で守るっていう、もう自助の考え方に基づいて、もう自分で使う食料とか水っていうのは自分で持ってくる、これが原則になります。ここに食料が用意してますんで、はい、ちょっと1日分の食料をぜひちょっと選んでみてください。悩ましいですね。朝昼晩で何食べるかちょっと考えてもらったら、ね、なるほど。朝昼夜で、夜でちょっとこう、ちょっとおやつ、小腹を空いた時用に、はい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 、このチョコレートはいいんですけど、はい、溶けちゃう恐れもある。あ、なるほど。飴とかやったら消費化した時に、こう飴を舐めてちょっとは命つなげられるかなっていうのもあるので、乾パンも朝食に選んでもらったんですけど、はい、うん、まあ、これすごいいいんですけど、これ、はい、またこれ結構缶なので、またこれかさばるんですよね。いや、そうですよね、はい、なのでこれたまたまここに、はい、ちょっとなんか袋タイプの乾パンもあるので、まあ持っていくならこっちの方がちょっとあんまり幅取らないかなって。これに、また水も必要なんですよ。水も含めて一回リュックに入れてもらいたいんですね。1日3リットル必要なので、ちょっとここから選んでもらってもいいですか？分かりました。こちら2リットルと500ミリリットルのペットボトルがありますが、はいはいはい、こういう時って1日3リットル、どう組み合わせたらいいっていうのはありますか？はい、持っていくことを考えないといけないので、極力かさばらない方がいいんですよ。なので例えば全部500ミリリットルとかにすると多分かなり面積埋めちゃうので、そうですね。なので1本2リットルと、で500ミリ、なるほど。これで1日分かって考えると結構重たいです。
実際に避難所に向かう想定で歩いていますが、こう両手が空いていて安心ですね。そうですね、うん、やっぱり災害時なので何が起こるかわからないので、常に両手は使えるような状態、これが推奨されます。なのでリュックとスニーカーでもうバッチリかなって思います。災害時結構焦っとると思うので、本当にもう平常時からも災害時のことをイメージして、これが必要だっていうのをイメージしながら、家庭でこうもしもの時に備えるってことが非常に重要だと思います。今回1日分ひとまず入れてもらったんですけど、まあ、避難所って避難所生活が長期化するっていうことも考えられるので、一応県としてはですね、1人当たり、3日分以上の食料の備蓄、これをお願いしているところです。国からの支援っていうのは期待できないんでしょうか？国からの支援物資も届く想定ではあるんですけれども、例えばこう大雨とかで被害が広範囲に及んじゃったりとか、あと南海トラフ地震で道路が被災してしまったりとかすると、まあ、いつ届くかっていうのは見通しが立たないことがあるんですね。なので多めに備蓄しておくっていうことに越したことはないんですけれども、持っていけなくなる、こういったことも考えられるので、なのでまずひとまずこう3日分以上の備蓄、まあ、3日間の備蓄、これをお願いしています。はい、横井さん、避難所生活を想定した食料3日分いかがでしょう？はい、はい、ありがとうございますちょっとこのコンロと鍋外に出られないような緊急的な時に、自宅の2階とか、まあ、3階とかに避難する時にこれを備蓄しておいて使うっていうのは非常にいいと思うんですけど、はい、ちょっとお水4本目が入らないかなっていう感じなんですけども、うん、今とりあえずこれで3日分で入れてみました、はい、これ かなり重たいですね窒素でもいいので、アルファ米3色とかでもいいので、本当にかさばらなくて、本当に最低限のものを事前に準備しておく、それを持っていく、これが非常に重要だと思います。実際には食料品の他にも衣類や衛生用品なども持ち出し品に加えておく必要があります。日頃から防災の意識を高め、非常持ち出し品を定期的に点検するなど、災害への備えを進めましょう。ゲリラ豪雨の発生や遠く離れた地域で降った雨によって、警報や避難指示が出ていなくても急に川の水かさが増えるなどして危険な状況になる場合があります。河川の状況が安全な場所から確認でき、早い段階での避難に役立つシステムを紹介します。ここは四日市市かばけ川吉田橋です。ここに設置されている機器は危機管理型水位計です。県が管理する河川の中で危険箇所など水位の把握が必要なところに213基設置されています。あちらの危機管理型水位計は低コストで開発され、洪水時の観測に特化した水位計です。県ではこれまで水位計がなかった河川やきめ細やかな水位が把握が必要なところに整備を進めてきました。水位計の情報はスマートフォンやパソコンから専用サイトにアクセスして水位の情報を確認することができます。ではスマホでの見方を教えていただけますか？川の水位情報を検索してみてください。そうしますと日本地図が表示されますので、こちらの GPS の位置機能を押してください。はい、そうしますと今いる位置の、周辺の水位計の、アイコンが出てきます。こちらの、扇形の水位計マークが、簡易型水位計になっております。五角形のが、通常の水位計、あと緑のマークが、河川監視カメラになっています。こちらの、アイコン、水位計のアイコンを押していただくと、はい、詳細画面が、現れてきます。出てきましたね。はい、水位は低い状況にございます。ですので、まあ、1日1回の、更新となっているところでございます。
こちらの現場では、マイナス2メートルを超えますと、5分間隔で、水位を観測しデータが更新されていきます。でそこの河川の横断図を見ていただきますと、はい、こちらの堤防天場高からマイナス 3.67 メートルと出ますが、これはどういう意味なんですか？はいはい、堤防天場高っていうのはですね、ちょうどここですとちょうどここの、道路の、高さのところを0メートルと設定しています。そこから 3.67 メートル下が水面ということを表しております。こちらでは危険水位がマイナス 0.79 メートルとなっていますが、ここのちょうど舗装の天場から、79センチ下、さらに、水位が上昇しますと0メートルを超えまして、プラス表示になってきます。そうしますと、河川から水が溢れ出て氾濫が発生していることになります。続きまして、ここは先ほどの吉田橋から 1.8 キロほど下流に位置するカバケ橋です。ここに設置されている機器は簡易型河川監視カメラです。県が管理する河川の中で水位周知河川と呼ばれる河川を中心に令和3年度までに45箇所設置されました。はい、川北さん、私たちがもう映っていますけども、まさに今の写真ってことですよね。はい、そうですね、はい、リアルタイムな画像が提供されているということになります。川が氾濫しかけている時の比較すると水位が低いことが分かりますね。そうですね、はい、集中豪雨などの際には十分ご注意していただきたいと思います。水位計の水位の情報と合わせてこういった河川監視カメラの画像も見ていただくことで、より適切な避難の判断につながるものと考えています。大雨の際に河川の様子を直接見に行くことは大変危険です。避難の判断に役立つサイト、川の水位情報を活用しましょう。三重県からのお知らせです。県内およそ180カ所で新型コロナウイルスの無料検査を実施しています。対象者、申し込み方法、実施場所など詳しくは県ホームページをご確認ください。実施期間は6月30日木曜日までです。妊娠期の新型コロナウイルスに関連した不安や悩みの相談や就学前の子育て相談を電話または LINE で受け付けています。助産師、保健師、看護師、保育士が対応します。次回7月1日発行の県政だより三重7月号は、三重県は子どもの育ちを応援していますについて特集します。今月は結びの神パックご飯12食分セットを3人の方にプレゼント。番組キーワードをチェックしてはがき、ファックス、番組ホームページからご応募ください。